死体安置所、または、遺体安置所は、検視や、埋葬の準備などによって一時的に死体を、保管しておく場所のことである。死体保管所、死体置き場、死体工事場、モルグとも呼ぶ。また、特に病院での同様の施設を、霊安室と呼ぶ。香港にある、ビクトリア死体安置所日本語でもしばしば見られる。モルグという語はフランス語由来で、モルガーが語源である。 最初は刑務所において監守が新たに入れられた囚人を認識する場所の意味として用いられていたが15世紀のパリにおいて身元不明の死体の保管と判別を行う場所という現代と同じ意味で使われるようになった。モルグは英語でも用いられ特に北米でよく使われる。イギリス英語ではモーチュアリーが一般的であるが両者は同義語として併用されている。 また、イギリスでは子供向けの語として、病院の霊安室を、バラの別荘、虹の部屋などとも呼ぶ。死体を管理し、洗浄するものは、ディーナーとして知られている。また、アメリカでは、本来の意味から転じて新聞社や、出版社の資料室や発行物のバックナンバーを、保管する部屋を指し、陰鬱な場所や葬儀屋を指す語としてもしばしば用いられる。 多くの国で死体は死亡から72時間以内に埋葬処理されるが、いくつかの国では葬儀や埋葬が死亡から数週間、数ヶ月後に行われるのが一般的である。これは遺族が葬儀に必要な資金を貯めるためであり、その間、死体は病院あるいは葬儀屋の死体保管所に置かれる。いくつかの葬儀場では仮葬場が兼ねられている場合もある。 宗教の中には仮想の様子を遺族が見なければならないとするものもある。このような宗教上の理由のために遺族が仮想炉の中に入れられた死体を見るための窓が葬儀場に設置されている。このように遺族は死体保管所に死体を保管させることなく自分たちの監修に従って葬儀を取り行える。また、いくつかの国では死体は防腐処理され、 冷凍保存が用いられない。待ち死体置き場は死亡したとされる人物の死亡を確認する目的で考案された死体安置所である。死亡判断がまだ確立されていなかった時代において本当はまだ生きているのに埋葬されてしまう恐怖を軽減するために死亡判断がされた直後の死体をここで保管した。ただ死体は埋葬の前に一部腐敗してしまった。 この制度は19世紀のドイツで最も人気があり、このための大型の過微な会場もあった。付き添い人が生きている兆候を見逃さないために、死体にはベルが結ばれていた。しかし、死亡していると判断されてしまった人がこのベルによって、実際に助かったという事例は全くない。しばしば、ベルに救われたという聖句の語源とされているが、実際にはこれは、 ボクシング由来の言葉である。ありがとうございます。